え、待って、これ早起き認定してくれるの？お出かけというか、ちょっとね、お出かけ？お出かけではないです。でも、早起きですか？ありがとうございます。ああ、そうなんだ。私、この時間に起きると早起きだねって言ってもらえるんだね。嬉しい。え、でもね、急いでて15分とかでメイクしなきゃいけなくて、今日2回メイク配信することになるかもしれない。なんか今日夜にね、夜予定があって、そのそれに向けてちょっと可愛くなしたいんだけど、あまりにも朝の時間がなさすぎるから、今まあ外に出れるぐらいのメイクをして帰ってきてまたメイクして、おい、もうそんな感じになっちゃいそう。マジで需要ない。1日2回2回とか。服おしゃれすぎん？あ、おしゃれ？嬉しい。そう、最近買ったんです。飲みすぎて朝まで椅子に座ったまま寝落ちしても、すごいすごい。それはめっちゃ飲んでる。1回目はどうしようか。じゃあ、あの本当に下地とかいんのかな。いる？いるか。いるよね、さすがにね。やだな、別に。もう次落とすことを考え、これにしようかな。下地でカバーできるやつ、あのベージュの。白の下地じゃなくて、ちょっともうカバー力があるやつを使っちゃったり、髪型変えないならきちんとメイクした方が良さげ。なんで？だって落とすんだよ。本当に信じらんない。もっと早起きすればよかった。カバー忘れてないけど、まあまあ OK、 OK よ。でみんなは15分でメイクすることなんてないと思うけど、あとは眉毛と目にアイシャドウが乗りやすいように粉をつけて、見れる状態になってればいいから。一応あ、ちょっとはメイクしてきたんだなっていうことが分かれば OK。
おはよう。このさっきの化粧下地にあのね日焼け止めの成分が入っております。お高いんでしょ。いやこれはちょっと高いやつだけど、高くないそういうのもあるよ全然。いつもだったら上まぶた、アイライナー、下まぶた、マスカラって感じで自分の中でなんとなく順序があるけど、今日はそんな順序なんて気にしてられないから。もうアイシャドウ全塗りしてから。全塗りしました。華奢になってない。悲しい事実、なってません全然。やばい、首がめっちゃ乾燥してる、やだ。チタンメイクです。そうですそうです、これはスックなのであれですよ、伊勢丹。ランチ、ランチ行かない。ランチじゃない、ラーメン食べに、ラーメン食べに行くのに時短メイク。そんなラーメン好き。いうな、近くのラーメン屋さんだったらメイクしないで行くかもしれない。
人でラーメン食べれますか？全然食べれます。テスターしてからの購入、一目惚れで購入、そういうちょっとお高い、いいあのお買い物は失敗したら嫌だから、ちゃんと試させてもらうかもしれない一人でラーメン食べれます。近所のコンビニだったらノーメイクで行きますね。やばいよ、時間ないよ。テロップ出た？テロップ…え、何分から私配信始めてんの？こんな感じかな。お、テロップ出た。こんにちは。オッケー、オッケー、全然オッケーじゃないけどオッケーってことにしとこうかしら。この手抜きメイク、でもこの時間に起きれてるのは奇跡っていうか、でこの時間に配信始められてるってことは、それよりもうちょっと早く起きてたってことだから最高だと思う。濃い赤のリップが似合いそう。わかる、大人っぽい感じのね。
でもちょっと今ここにあったリップを使っちゃった。すぐ手に取れる。というかさ、どんなリップも似合うねポキちゃんって言ってよ今度やるね、今度濃いリップも塗る。どんなリップも似合うありがとう。そうだよね、やっぱり可愛いから可愛いと、うん、かわ、うんうん、可愛いとどんなリップも似合うね可愛くない。よし、では行ってくる。壇上読みます。13位赤砂豪さん、ありがとうございます。12位あかりちゃんさん、ありがとうございます。11位まこえもさん、ありがとうございます。10位かおさん、ありがとうございます。9位天使の分け前さん、ありがとうございます。8位レオナさん、ありがとうございます。7位新潟カズさん、ありがとうございます。6位音速の貴公子さん、ありがとうございます。5位マシュマロチューン、ありがとうございます。4位太郎さん、ありがとうございます。3位ビールバラさん、ありがとうございます。2位ケンザンさん、ありがとうございます。1位トマオさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。それではお昼もちょっと配信できたらしたいなと思います。行ってきます。とりあえずバイバーイ。みんなも頑張ってね、お仕事。